今日の動画は何の動画？今日は韓国産の8月モデルナ社の新型コロナウイルス感染症ワクチンの本当の供給量の話だよ。本当ってどういうこと？韓国政府はモデルナのワクチンが7月300万回分、8月850万回分の予定だったんだけど、7月104万回分しか供給がなかったから、8月は予定の850万回分と、7月不足分で1046万回分の供給予定だったんだけど、どうなったの？やっぱり来ないの？予想通り、全然来なかったんだよ。モデルナ社からも韓国政府に、8月物量の半分以下の供給なら可能と連絡があったんだよ。7月も3割程度なのに、8月も半分以下ってひどいな。自己責任みたいのもあるけどね。韓国政府もモデルナ本社に代表団を送って、8月の供給量追加と、9月の早期供給を約束したと成果強調してるよ。それ韓国さんが言ってるだけでしょう。モデルナは言ってないよね。さすが鋭いな。誰でもわかるでしょう。で、8月の供給量は何回分だったの？7月の繰り越し供給量を除くと、たった、36万千回分だよ。は？たったの36万回分。違うよ。36万千回分。1000回分なんて誤差だわ。冷蔵庫不良で1000回分ぐらい破棄してるわ。確かにね。この供給量は元の要求分の850万回分の、たった 4.2。供給量の半分になると通知した425万回に対しても、8.5 と破滅的な供給数だよ。こうなると1000回分でも大事に思えてきたな。韓国政府はなんて言ってるの？韓国政府弾送ったのに、この結果な、でしょう？一体意味あったの？ムン大統領は9月5日までに600万回来るから、問題ないと強気な姿勢を崩していないよ。ポジティブすぎるだろ。8月予定の 4.2 しか来てないのに、来るわけないだろ。万一600万回来ても、予定より約200万回少ないんだけどね。絶対来ないよ、安心して。韓国産の大統領が言ってるんだから、少しは信じなよ。余計信じられないわ。でもこれでモデルナ社からワクチン来なければ、世界の笑い者になっちゃうね。絶対来ない、絶対。じゃあ、9月5日まで楽しみに待ちましょう。今日は韓国産の8月モデルナワクチン、計画の 4.2 しか供給されなかった動画でした。ご視聴ありがとうございました。